はい、皆さんこんにちは、アナリグルフィッシュです。今回お届けしていくゲームは信長の野望創造のパープキット、長篠の戦いのシナリオの続きをプレイしていきたいと思います。プレイ大名は武田ですね。すでに信玄は亡くなった後なので、その後継ぎ武田勝頼でのプレイになります。前回までの状況を簡単におさらいしておきたいと思いますが、前回までに長篠の戦いで、織田徳川連合軍を辛くも打ち破りました。ただ依然信長の勢力強大にして、このまま普通に戦っても勝ち目がないという状況です。ただ家康が信長から離反してこちらに味方してくれています。あとですね、本願寺、上杉、北条、そして家康と組んでですね、第3次信長包囲網を敷いていますので、今回から本格的に信長領への侵攻を開始していきたいと思います。早速始めていきましょう。まずですね、軍団を実はこのちょっと前に作っておきましたので、軍団の攻略目標を信長にもちろん設定します。まずはこの苗木城を馬場信春の軍団に攻めさせます。で、一方ですね、支援としてもう一つ軍団を作っているのがこの川原、この軍団に馬場信春の支援をさせます。で、一方ですね、直轄領になっているこの駿府城、ここをですね、拠点に織田の諸城を勝頼自身が攻めていきたいと思います。というわけで、まずですね、本拠地をこの駿府城に移します。で、この飯田城がちょっとごめんなさい、溢れてしまったんでグダグダで申し訳ないんですが、本拠地をどこにするかというと、この木曽福島城を本拠地にしたいと思います。で、所属する拠点ですね、ここに飯田城を含めてこれでいいですね。はい、それでは早速ですね、攻略の指示をしていきたいと思います。まず信長包囲網を結んでいる本願寺にはこの郡上八幡城を攻めてもらいます。で、家康にはこの名古屋城を攻めをしてもらいましょう。そして馬場信春の部隊にはこの苗木城攻めに参加してもらいます。いざ戦へ。で、肝心の勝頼の本体なんですが、いきなり勝頼を出すというよりはですね、まずはある程度道筋を立てるという意味でこの苗木城を攻めてもらいたいと思うんですが、そうは言っても簡単にはいかないので、まずこの岩村城を攻めて苗木城との二正面作戦を進行していきたいと思います。苗木城には馬場信春、そしてこの岩村城には勝頼の直轄軍団が攻め込みます。この岩村城と苗木城をもし簡単に落とすようなことができれば、一気に信長の領地を侵食することもできそうなので、この初戦がね、かなり重要になりそうな気がしていますけども、勝頼はあえて苗木城に行かせますか。いや、防御力耐久の高い岩村城に行きましょう。
さあこれでいいと思います。さあ見ていきましょう。戦場へ参る。出陣するぞ。出陣するぞ。出陣するぞ。かかれ。ご命令ください。一回表彰が入ってしまったので、表彰は推奨命令を行ってですね、積極的に回線を仕掛けていきたいと思いますので、まずはここですね。内騎城攻めもかなり苦戦しそうな予感がしますね。これは回線はまだできないですね。出陣するぞ。ガシガシ攻めてくれればいいですか。ご命令ください。先月の収支です。助け立ちいたす。敵将。そしたら内騎城をまず落としたいですね。そしたら内騎城の後はこの岩村城に攻めかかりましょう。で、回線ができるような状況になれば回線を仕掛けていきます。ちょっと兵力で劣っているかなという感じもするんですが、まずこちらの布陣から見ていきましょう。勝頼の本体4400、そして一条が2500、さらに矢沢が147。これはちょっと厳しいですね。147だとちょっと話にならない。そして織田信忠639、まあ700弱ですね。そして斎藤が415、そしてこれは黒人衆100、まあこの辺りは物の数ではないでしょうということで、まあ普通に攻めていけば勝てるかなと思います。その通りにいたします。この回線を仕掛けている意味というのはですね、城下町というか、まあ、敵を包囲しているような状態で、回線を仕掛けていくと城の耐久も落とすことができるので、城前での戦いは積極的に回線を仕掛けていきたいと思います。それで勝利ですね。突撃を駆使して岩村城の耐久を一気に2000まで減らせますね。これはでかい。そして岩村城を落としました。敵将捕獲した。表情を始めましょう。そしたらこの勢いのままですね、まだ兵力に余裕がありますので、さらに進行していきます。矢沢は騎乗させましょう。兵力が足りましょう。島峰城まで一気に進行できるかな。もし島峰城まで落とすことができれば、だいぶ楽になりますね。岐阜城も狙えるし、犬山城も狙えるしというところまで行けますので、この島峰城まで一気に行きましょう。承知しました。勝頼はというと犬山城の援軍に行きましょう。残りの部隊は どんどんと信長の領地に進行させます。お
お任せください。出陣します。待機せよ。加勢しよう。そしたらここでまた一気に回線を仕掛けます。行くぞ。かしこまりました。どうしようかな。そしてこの黒人衆が1000というところですね。ここは確実に勝ちたいところですね。聖者をして一気に兵を減らしましょう。鼓舞をして、そしたらこっちは臨戦を仕掛けて防御力攻撃力を上げましょう。ここで強撃の形になりましたね。これで仕留められるでしょう。この攻め見切れない。その通りにいたします。ここは引きます。これで城門を一気に破壊しましょう。敵将捕獲した。包囲せよ。敵将を捕獲した。この後一気に織田の領を侵攻したいんですが、次の攻める場所ですね、どこにするかですね。郡上八幡にするか岐阜城にするか、手堅く犬山城を攻めるか、ちょっと難しいところですね。一旦岐阜城攻めにかかってみましょう。一気にね、信長の本拠地であった岐阜城を攻めましょう。今信長はすでに安土に移ってますが、まあ、この岐阜が信長の屋台骨であることは間違いありませんからね。お任せください。包囲するために東と西両方から攻められるようにしていきたいと思います。で、犬山城にもある程度兵を割いて、承知いたしました。さらに馬場信春の軍団には郡上八幡城に牽制の部隊を送ってもらいます。これでいいでしょう。いざ参ろう。ここで表彰が1回入ります。先月の収支です。推奨命令をこなしておきましょう。だいぶ岐阜城に攻める部隊が
かなり消耗戦になってしまいそうな感じですね。これはと言ってもしょうがないですね。ここはもう突破せざるを得ないところですね。そしてここでイベント、これは全く関係ない冷蔵事件のイベントですね。ですのでちょっとここは飛ばさせてもらいます。お、続いてまた九州でのイベント、これは大友のイベント、島津のイベントですね。ここもちょっと当面関係なさそうなんで飛ばさせてもらいます。今ここがかなり兵を消耗してしまってるので、なんとか考えたいとこですね。回線を仕掛けるにもちょっと振りすぎて、回線を仕掛けるメリットがあまりない。ご命令ください。報告いたします。だいぶ兵を消耗してしまっているような感じがするな。そうなると変えましょう。攻め手を郡上八幡に攻略目標を変えます。承知いたしました。かしこまりました。承知いたしました。お見せしましょう。止まれ。承知しました。かしこまりました。このまま郡上八幡城を攻め落とせば、いよいよ岐阜城への足がかりになると思いますので、まずは方針を変更して郡上八幡城に攻略目標を変えます。一気に岐阜城をと思ったんですけど、さすがに岐阜城への進路は信長の守りも固かったですね。とはいっても岐阜城にもある程度の部隊は派遣していますので、この部隊でなんとか岐阜城を押さえておいてもらえば、郡上八幡城がより攻めやすくなりそうな感じがします。戦場へ参る。助太刀いたす。かしこまりました。出陣するぞ。出陣する。そしてですね、ちょっと同時にこの川原の軍団に正常作戦と並行して東側も攻めておいてもらいましょう。出陣するぞ。ご命令ください。報告いたします。先月の終始です。ちょっと岐阜城はかなり苦戦しそうな予感。さらに郡上八幡も敵の部隊が充実してますね。お味方が捕らえられました。ここは一気に回線で敵を打ち払いましょう。味方の部隊は勝頼の本隊が3000、大熊が500というところですね。で、敵の部隊はというと前田利家200、そ
そして、黒人衆が300ですね。大谷義次が1300、滝川一正が600というところです。なのでまあこれは1体ずつ蹂躙していくしかないですね。続け。かしこまりました。我に続け。地域は全てを込める。会えるぞ。我に続け。かかれ。我らの攻め変えてみせよ。引け。やるとし行きます。だいぶ続けリーを消耗してしまってます。ここは何としても58万城を攻め落としたいということで対戦で勝利。58万城を取り囲みましょう。逃げられはせぬ。お助けいたします。命令ください。報告いたします。先月の収支です。岐阜城はちょっと攻められないか。家康の部隊も頑張ってはいるけど、この犬山城を攻略するのは難しそうですね。そしたらちょっとしばらく溜めてしまっていたので、すいません、ちょっと退屈なところをお見せしてしまいますが、一気に不審をどんちゃかやっていきたいと思います。と思ったら労力がもう足りないと言われた。なのでちょっとこの郡上八幡城を攻め取った後、岐阜城に行くのかどうするかっていうのはね、ちょっと検討したいと思います。敵将捕獲した。お命令ください。報告いたします。そしたら軍団の方にですね、攻略の指示を出しておきましょう。と思ったら攻められるところがないということであればしょうがないですね。郡上八幡城を落としたので、このままの兵力でなんとか岐阜の城下を焼き払っておきたいですね。山形正景の兵が4000あるうちに岐阜城を包囲して、ちょっとでも待機を減らしておきましょう。かしこまりました。その通りにいたします。表情を始めましょう。報告いたします。この岐阜城攻めが本当にね、一つの転機になりそうな、そんな感じがしますね。敵将捕獲した。出陣するぞ。出陣するぞ。ここで大回戦を仕掛けましょう。ここで岐阜城を一気に大ダメージを与えることができれば大きいです。まず味方の布陣ですね。総勢7000です。山形正景が4000、勝頼が300、その他は少数ですね。一条が1000というところです。で、敵も数はあまり多くなさそうなので、正面から突破していきましょう。とは言っても、すいません、
川のね手前で一回止まりたいと思いますので、都会はちょっと慎重にしたいと思います。やるとしよう、お任せください。承知いたしました。その通りにいたします。敵もどこまで突っ込んでくるかですね。ここはまだ技術浄化ではなさそうだ。そしたら思ったよりも敵が、こちらの右翼めがけて突っ込んできてる感じですね。決めるかかれ、我に続け、我に続け、引け引けで決めます。引きます。引き際、わきまえねばな。承知いたしました。我らの攻め、あえて見せよ。これで決める。かかれ、いけるが勝ちよ。そのまま、東道高虎の部隊に攻めかかりましょう。最後、とどめは騎馬突撃で、地を粉砕します。すべてを込める。よし、この大回戦で勝利と。ちょっとね、この報告いたします、報告いたします。岐阜城を攻めるには数が少なすぎるな。我が戦お見せしましょう。よし、締めた。五詰めの部隊が来た。滝川一正2300が五詰めでやってきたので、これを機に一気に岐阜城を攻めましょう。勝頼が敗走するわけにはいかないので、勝頼は下がります。やるとしよう。お任せください。かしこまりました。我に続け。決める。承知いたしました。我に続け。我らに撃てぬ敵はありません。よし、この回戦で勝つとだいぶ楽になりますね。といっても岐阜城さすがに耐久力高い。1万から9千に減らせるだけか。取り囲み。まあちょっと岐阜城まで一気に攻め取ることはできなそうなので、一旦兵を引きますか。騎乗させましょう。騎乗する。まあだいぶ侵食できたと思うので、騎乗する。この勢いのまま兵を一旦引いて、兵力を蓄えた後再びこの信長の領地に侵攻したいと思います。というわけで一旦引きましょう。加勢しよう。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。いざ参ろう。出陣する。出陣します。表情を始めましょう。はい、というわけで今回はですね、信長の領地に本格的に進行していきましたが、まあ、岐阜城を攻め、取るところまではいきませんでした。まあ、次回はね、岐阜城をいよいよ本当に取っていきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。次回もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまで。